ご苦労様です。まあ、ご案内のように先週木曜日に私ども特定警戒都道府県ということで指定されたわけでありまして、まあ、これまでの非常事態の総合対策からさらにギアアップして、まあ、緊急事態総合対策ということで、まあ、今言っていただいた通りですね、さらに対策を強化していこうということでありますので、一つの皆さんと足並み揃えてやっていきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。で特に休業の協力要請をですね、今急速に進めたところでありますけれども、土曜日から、スタートを切ることができまして、各市町村そして事業者の方々に、まあ、この切迫感といいますか危機感を、まあ、ご理解いただいたということで、まあ、ありがたく思っておりますけれども、同時に6000件を超える、まあ、お尋ねもあるわけでありますので、まあ、誤解のないようにまたスムーズにですね、今後手続きが進むようにですね、この協力金という形での支援をですね、きっちりやっていきたいと思っております。それからPCR 検査を積極的にというのは今全国的な流れでありますが、私ども随分キャパシティは増やしてきておるわけでありますが、さらに説明ありましたように地域外来検査センターを数カ所県内に設けますので、またそれぞれ市町村の皆さんともご相談しますけれども、医師会のご協力を得ながら PCR センターを作っていきますのでよろしくお願いしたいと思います。それから広報施設ということでホテル公用の話が出ましたが、先ほど橋本市長さんからお話がありましたが、むしろ、まあ、感謝したいのは私どもの方でありまして、まあ、橋本さんはじめとしてですね、いろんな方に大変ご協力ご理解をいただいたということでありがたく思っております。他県の例にありますように、ひとたび医療崩壊ということが起こりますとですね、一挙に100人ぐらいのですね、感染者が現れるということも十分あり得るわけでありまして、まあ、できる限りこの広報施設もですね、懐を持っておきたいというのは私どものまあ基本的なスタンスでありまして、いろいろとまあ情報はいただいておりますし、候補となるホテルについてはかなりの情報といいますか在庫があるんですが、いざいよいよ開きましょうという話になるとですね、やはり何といっても地元の皆さん方のご理解が必要だということで、まあ、今回橋本さんと一緒にまあ丁寧にですねご説明をさせていただきましたが、まあ、この地元の方々への丁寧なご説明抜きにはですね、そう簡単に右から左へ行くものではないということも痛感しておりますので、まあ、そういう意味で当面各県域に1箇所はと思っておりますが、決してそれで十分ということはありませんし、予算的には十分確保しておりますので、できるだけ懐を持ってですね、いろんな事態に備えたいと思っておりますので、まあ、広報施設についてはですね、最終的に契約にサインするまでですね、きっちりと丁寧に進めていくということでございますので、まあ、よろしくお願いしたいと思っております。それから感染状況についてはですね、まあ、新たな感染者が昨日が2件ですか、一昨日が1件ということで、まあ、若干落ち着いてきた感じもないわけではありませんけども、まあ、これから今週から来週にかけてですね、どんなふうな展開を見せていくかというところが非常に大事なところでありまして、ご案内のように4月7日に安倍総理が緊急事態宣言をされまして、私どもこの週から2週間作戦をスタートしたわけですね。でこれらの成果が現れてくるのは2週間後というふうに計算をすると、今日から2週間前のそうしたですね、緊急事態宣言なり私どもの2週間作戦のがどういうふうに受け止められて、どう結果に現れてきているかというのが、まあ、これからのデータで、まあ、分かってくると。それから4月11日にですね、愛知県が緊急事態対策を打たれましたし、私どもも非常事態対策ということでですね、対策を打ったわけでありますが、この4月11日から2週間ということになりますと今週の金曜日ということでありまして、まあ、今週の金曜日から来週にかけてどういうデータが現れるか、これがその緊急事態宣言の効果をまあ占うデータになりますし、それから4月18日に 今ある状態、特定警戒都道府県になって、さらに休業要請もしたわけでありますので、これがどうであったかというのは5月早々のデータになって現れてくるということで、
まあ、今週から来週にかけて、さらには再来週早々というあたりがですね、まあ、流れが非常に私どもとしては注目されるところでありまして、まあ、そこら辺を見極めて5月6日以降、つまり5月7日以降ですね、どうやっていくのかというのをですね、まあ、岐阜県としても考えなきゃいけませんし、まあ、国の方でもいろいろと、まあ、議論が進んだろうと思っております。まあ、そういう時間感覚でありますけれども、それから岐阜市の2つの大きなクラスターの問題がありましたが、まあ、合同本部を作って精力的に作業してきた結果、調べるべきところはほぼ調べようがついてきたということでありますので、まあ、その後の、まあ、事後観察をしばらく続けながら、なんとかカニのケースのようにですね、まあ、これ以上広がらないであろうというところの見届けをして、この2つのクラスターに収集を打てればですね、かなり状況が変わってくるのかなと思っておりますが、まあ、決して楽観をしておるわけではありませんで、丁寧にこの辺のクラスターの動きも見ていきたいというふうに思っております。それからまあ、ビッグデータによる分析結果についてもいろいろ議論がありましたが、まあ、より、まあ、丁寧な調査をする必要はありますけれども、いずれにしてもまだまだ不十分な状況になることは間違いないので、まあ、8割の自粛ということからしますとですね、さらに期間を持って外出自粛の徹底をゴールデンウィークに向けてですね、全県挙げて測っていく必要があるというふうに思っています。それからテレワークについてもですね、先月予算でいくつか支援策も用意させていただきましたので、ぜひ積極的にですね、まあ、進めていただきたいというふうに、まあ、思っております。私の方から以上です。